演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。カルビーの富山県代表、ジャガビー白エビ味を食べたいと思います。ジャガビーって名前は聞いたことあるんですけど、実は食べたことないんですよね。なのでどんなものなのか、そもそもジャガビー自体を初めて食べるので、評価が難しくなるかもしれません。何を伏線張ってるんでしょう、伏線張ってるんでしょうね。見た目はフライドポテトみたいですね。ジャガ肉よりはもうちょっと太いのかな。やっぱり取った形もフライドポテトみたいです。ではいただきます。さすがにそこまでエビは感じられないかな。まあ全く感じないわけでもないんだけど、いつか本物食べ、まずジャガビー自体の感想としては、じゃがりこよりもちょっと太めで、ガリッガリッと音や食感をより強く感じることができました。なので細くてパリパリいった人はじゃがりこ、しっかりじゃがいもを感じたい方はじゃがみという形で、その点で違いが出せるんでしょう。で、白エビについてなんですが、そこまでエビの味は感じなかったですね。なんとなくほんのりとは感じるのですが、もうちょっと強く出てきてほしいなと思います。まあ、基本のじゃがみの味が本当にわからないので、基本とどれぐらい味が違うのかというのは判別できないんですが、ちょっとエビの味を探してみると、エビの味、それを感じることはできなかったかなということで、こちらの点数とさせていただきます。それ小ぞ今年後悔するかな、食べたのに。いやいや、食べたこと後悔なんかしませんよ。そうし、体のケアはしっかりしていかないといけませんが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しい。演舞終演。